お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。あの人何してるんだろう。快適快適。助けてあげられないかな。これで平気だと思う。でしったる空間島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。みんな敵だよ。ボスさん、出資をお願いします。そりゃあもう一度リリーが頼めるから離れるなよ。決めますよ。今なら攻撃が通るかも。これを使うべき時ですね。クラウディアもなかなかやるもんな。クリスタル、力を貸して。守りだ。集中攻撃で倒せるかも。フェデリーカ、いい感じだぜ。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。どうだ、今の鍵が作れるかも。くらい、やったな、ライザ。終わりだ。このアテリに、よし、一匹やっつけた。ライザさん、お見事で。まだいける、行きます。まだまだ。ラギハラ。どうだ。雪のように見えるでしょ。下手に触れると切れますよ。私の手柄だ。フェデリーカさん、鍵を作れると思いませんか。行きます。どうだ。どう、どうや。守りが当てみよう。集中攻撃で考えるよ。フェデリーカさん、いい感じだよ。フェデリーカさん、ライザさん、お願いしてよ。フェデリーカ、来ねえならこっちからだ。風の力を最大限に。今なら鍵が作れるかも。当てるよ。守りをガラ空きにしてやるぜ。行くぜ。まだまだ。やるよ。これで決める。それ突撃だ。それそれそれ。お次はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに。フォトンクレーサー、これでおしまい。
私たちの勝ちだね。この調子で行こう。お、どこ行くんだ。うん、お前らしい。何作ろうかな。いい感じじゃない。よし、いけ。うん、完成。どれにしようかな。お、どこ行くんだ。ここでいいのか。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。僕たちの出番だね。だと思うんだけど。おお、さすがはライザだ。これほど頑丈な木材を用意してしまうとはな。すぐにでも工事を再開するとしよう。これで宿も完成するはずだ。どんな宿になるんだろう。完成した頃に絶対見に来なくちゃ。でも村に立派な宿か。雰囲気が壊れないか少しだけ心配かも。ここでいいの。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。
これも使えるのか？えい、集めておこう。どこか行くのか？お前らしいな。いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。お久しぶりだね。愛も変わらず憎たらしい密閉ぶりだこと。これが以前から話に聞いていた宮殿。確かに例の文様が刻んでありますね。さーて、妙なことが起きないうちに早速島を動かす中枢部に入らせてもらうわよ。ライザ、十分に気をつけてね。何かおかしなことがあったらすぐ中断して。今のところは何ともないけど気をつけるよ。この奥に本当に軍刀を動かす仕掛けが？構造から推測すればそのはず。というかこの宮殿以外にありそうな場所がないんだよ。とにかくサルドニカでの成果を、このムクの鍵を試してみよう。新しく見えても遺跡は遺跡だ。用心しねえと。鬼が出るか蛇が出るかってやつだ。まず何よりこの鍵で開くかどうかだがな。錬金術師ライザリンシュタウトを信じなさい。さあ始めるよ。なんとかなったみたいだな。さすがは俺たちの錬金術師様だぜ。ここからが本番だが、まあそんなとこだな。うんうん、褒めなさい褒めなさい。奥はどうなってるのかな。行こうみんな、これで終わりにしよう。なんだ、どうなってる。島の制御装置どころか、こいつは。これがあの壮麗な宮殿の中。ただの粗雑な石室。ううん、それより、これは一体何なんです？わからないけど調べるしかないんだよね。そうだな。まあ死体が転がってるわけじゃねえ。罠にだけは気をつけろよ。戦闘、衰退、洞窟、どうも違うな。みんな、わからないものとか明らかに変なものがあったら言って。わかった。フェデリーカは外から何か来ないか見張ってて。はい。万が一にも閉じ込められないようにってのは、怖がってる子には
なんだろうこれ。どの紙にも同じような紋章が書かれてる。これは竜の紋章か。どこかで見たような。竜ね。この下に竜でも眠ってるのかな。ん？これは本？そんなに古びてないように見えるけど。ダメだ、読めない。そういえばアンペルさんが高位の錬金術師は暗号で本を書くって言ってたっけ。じゃあそれも昔の錬金術師が書いた本？昔ってほど古さは。あれ、表紙の裏に今の文字が。かなり乱暴な書き殴りだね。内容は、私には竜の風跡をたどる力がないというのか、なぜ晩鐘の体験は答えてくれないのか。ん？竜。また竜か。タオ、竜の風跡ってのは何のことだ。僕もその言葉は聞いたことないな。ライザ、晩鐘の体験ってのは前も。ライザ、ライザ。何時栄誉を置いたる錬金の術師、手づからの鍵持て体験のうちに至れ。なんかちょっとぼーっとしちゃって。おいおい、そりゃ大丈夫って言わねえぞ。一体何が。細かいことは後回しだ。引き上げようぜ。無理は禁物だ。そうだね。ライザ、本当に大丈夫？どちらへ向かいますか。体調が悪いわけじゃないんだよね。素材集めに行くの？